皆様ごきげんよう。大福新刊紹介の時間です。司会は私、先生に運転免許を取得しました佐藤です。今回は9月に出されました塗りつぶし東海道57次の旅手帳浜松宿から三条大橋高台橋編をお送りいたします。この本を担当された三上さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この本はどういった経緯でどういった国に向けて出されたものですか？はい、この本はですね、タイトルにもあるんですけど、塗りつぶしということで、まず東海道を57つを立ち上げされる方がいて、はい、あらゆるところでいろいろ言っていただきながら、はい、解説を読みながら、それぞれある作品を楽しんでいただいて、ノキページがあるので、なんか写真とかメモとか貼っていただいたり、はい、自分だけの自分でどんどん作れるっていう感じですね。はい、次に苦労したところを教えてください。はい、苦労したところは上巻下巻がありまして、この下巻なんですけど、上巻同様に大きな小さな部分が入っていて、ここは別の本ですね。なるべく写真のデータがみんなが楽しめるような形を作ったら大きな欲しいです。歴史コースに間違いがないような感じだと思うので最後におすすめのページを教えてください。はい、浜松にですね、はい、ブロックじゃないんですけど中央芭蕉の句碑というのがですね東海道57次に存在してますけどね、それをこうまとめたようなページを作ったり東海道街道のですね名産を一覧のリストとしてまとめたようなページを作っています。上巻の方は用語集だったんですけど、下巻の方はこういった付録というか、ちょっと違ったページも設けておりますので、ぜひこちらも楽しんでいただければと思います。より2冊揃えて楽しめるということですね。そうですね。はい、こちらの技術評論書より出された塗りつぶし東海道57次の旅手帳、はい、浜松宿から三条大橋高台橋、はいはいまでは、全国書店アマゾンにてお買い求めになります。ぜひ買って読んでください。以上で、毎月新刊紹介を終わります。ありがとうございました。